ヤッホー、さくらです。ということで、ちょっと小声気味なんですけど、まあ、今ね、お家と違う背景だと思うんですけど、今私ホテルにいまして、昨日から1年ぶりの学校に来ています。学校っていうか、スクーリング、まあ、私、学校通信制なんですけど、1年に1回2泊3日のスクーリングが行われるんですね。今日は2日目なんですけど、6時起きで。本当に仕事以外で6時起きすることなくて、私ずっと昔からなんだけど、仕事の時の6時起きは余裕なの。めちゃめちゃ得意なんだけど、学校なんか勉強系の6時起きは本当に苦手で、本当にきつくて10分遅れなんだけど、急がなきゃいけなくて、メイクしている学校なんですけど、違反じゃないです。高速違反ではないです。薄くメイクしていきます。そういうスピンでは出られてないというので、私のメイクの準備の様子をご覧いただけたらなと思います。遅くなりましたが、オープニングどうぞ。はい、てかなんかね、ティルティル昨日の学校来る前に買ったんだけど、めっちゃいいね。あ、ティルティルはね、赤はずっと使ってたんだけど、ピンク使ったことなかったから買ったんだけど、めちゃめちゃいいわ。でね、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 そのホテルが一人一部屋あって個室なんだけど、でコロナの影響とかもあるからさ、友達の家とか行けないから、家じゃないわ、ホテルね、行けないから、ほんとずっと一人で暇だったけど、ほんと壁が薄いから、隣の人が物音バーンみたいな、靴箱開けたのかな、そういう音とかも結構聞こえるから、あんまりなんか、はーさくらんですみたいな YouTube アップロードしちゃうとちょっと恥ずいことになるんで、静かめでやらせてもらってます。だからさ、学校の人ともさ、1年に1回しか会わないわけ。1年に1回2泊3日の時だけ会う。で、私今高2だから2回目会う人とかが多かったんだけど、覚えてない覚えてない。だからもうみんなほとんど初めましたよみたいな。ちょっと人見知り出ちゃいました。私元々知り合いの人が学校に一人だけいて、その人とずっといて、新しい友達みたいな人できてなくて、ほんと静かに取り組んでます、ね、で、昨日びっくりしたのが、ご飯食べるときに席が自由みたいな、顔ひもこっちもそう、ご飯食べるときに席が自由みたいな言われて、その友達と座ったんだけど、一人の子がいて、そのテーブル席こっち行くかって言って、その子と3人で座ったんだけど、で、そしてお願いしますみたいなこと言ったら、応援してますみたいな言われて、えみたいな、めっちゃ嬉しいと思って、さくらちゃんだーみたいな感じじゃなくて、こう座ってこう対面した時に応援してますみたいな、超嬉しいんだけどと思って、すごい嬉しいエピソードでした。あとみんなにお願いしたいのが、変に学校を調べたり特定とかをしないでほしいなと思いますので、そこの部分を把握をお願いします。昨日が1日目だったんだけど、今日は体育で美術習しました。久々に行ってたよね、授業なんて。だからその授業も1年ぶりなわけ。シャーペンを持ってメモるのも難しい感覚だから、なんかちょっと嬉しかったですね。自分がこの道を選んだんですけど、お仕事メインにしたいから。けどちょっと羨ましくなることあるんですよ、全日制の。なんか同じ中学だった子とかが、何時が来って友達とイエーイって言って、体育祭、文化祭みたいな、よし、へえ、すごいすごいすごい。そういう精神見てるとね、結構羨ましくなるんだけど、その新たな感じがまた戻ってきたと思って、すごい嬉しかった。たまにはね、勉強しなきゃだよ。なんかレポートとかはまああるんですけど、でも授業ザ学校みたいな。なかなかしないからさ、とっても嬉しくて楽しくて、仕方がねえな。ちょっとやばいね、ちょっと行くわ。でも本当にご飯が美味しいの。急に構いません。誰？聞いて。9時間もあるの。1時間目、2時間目、3時間目ってあるじゃん。9時間まであってさ、どうしたらいいって感じ。普通に。どうなっちまうんだよ、自分って感じ。でも楽しいんだよね。格好。でさ、面白いよね。なんか1年に1回しか会わないじゃん。なのにさ、2泊3日してるって、みんなで。部屋は別々だけど、やっぱ。半日以上同じ行動しとくからさ、面白いなって、人間観察とか結構しちゃうかも。先生とかもすっごい優しい人ばっかで、かいつもと違う感じのことしてる感じがすっごい楽しくて新鮮なのよね。本当にあんまり時間ないので、急ぎ目で、そんな時でも私時間ないなって、まだね、行かないとこなんて
今日一日頑張らないと。楽しみですね。ちょ、無理か。痛いよ。ガラコン使ってる人あるあるなんですけど、入れた時にたまにめっちゃ目が取れるんじゃないかってぐらい痛い時ありません？私今なんですけど、こっちに痛いんですけど、今見てこっちの目めっちゃ赤いですよ。痛いよ。高速タイム入らないと。冗談じゃないぐらい。ほんと、メイクしていい学校ですからね。服装とかも着るような学校なので、私的にはありがたい学校でございます。本当に変に調べないでくださいね、学校。分かったとしても、あ、ここかもと思ったとしても、拡散とかをしないでください。今日はね、しかも久々にね、体育があるんですよ。体育とか懐かしいとか思っちゃう。体育が今日は楽しみだから、体育のために生きる。時間やばいね。ハードだけど、私は食事と体育のために生きてるから、これが唯一の楽しみでございます。今から鍵を取らないに行かないといけなくて、その次すぐ朝食なんで、ずっと見てたの。いつも急いでる。ホテルでも急ぐのか。私急げ。ほんと小声でごめんなさいね。過去一小声かもね、この動画。はい、着替えました。ちょっと前髪を乾かす。待ち時間ない。よし。あと5分で行かなきゃいけないので、ちょっと急ぎます。バタバタすぎやろ、いつも。いい感じ？めっちゃ薄いね、メイク。ちょっとね、これでもうそろそろ朝食行かないといけないので、行っていきたいと思います。ちょっと朝食終わったらまたね、カメラ回しますね。なんか一人でさ、朝ごはん食べないからさ、いつも楽しみです。行ってきます。チョベリグ！みんなただいまーん。ご飯食べてきました。朝ごはんみんなで。めっちゃ美味しかった。あのさ、一人暮らししてるとさ、本当に3食食べることが本当なかなかないのよ。あの仕事現場で早朝から夜とかだったら、なんか朝ごはん食べる機会あるから、お弁当出るから。だけど、なんか本当に3食1日で食べるってことが本当に一人暮らしして減ったから、それあんま良くないなって思ってたから、本当3食食べなきゃなって改めて思った。朝元気の出方が違うよね。気分が違う。大事よ、本当に朝ごはん。みんなも食べよう。外巻きとかにしようかな。いい感じになってきたわ。やっと。なんか今の長ささ、ちょっと短いボブだからさ、ほんと、ちょっと待ってたらタコさんウィンナーになってる。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、ちょっと私の今日の目標を言っていきたいと思います。まず授業中、基本なんですけど寝ない。やっぱりせっかく来たからにはちょっと寝ないで勉強できたらなって思いますね。6時起きでなんか5時間しか寝てないんで、ちょっとちょうど睡眠不足してるっていうところあるけど、それでも授業中はやっぱり1年に1回しかないんで、3日間しかないんで、これまず基本ね。あと新規の友達を作る、これ大事。なんかみんなと話してみたい。友達はちょっとレベルが高いかもしれないので、いろんな人と話す目標にしたいと思います。最近動画見て思うけどさ、20号がすごいね。ここの肉を剥ぎ取りたい。ちょっと虹はが直そう。食中毒になって本当に痩せたんよな。本当食欲なすぎて痩せた。あともう一つ目標は食中毒で痩せたので、ご飯を3食食べて元気をつけよう。チョベリグ！はい、メイク薄め。はい、ということでね、今日はまあスクーリング2日目ということで、一番ね辛いのよ。2日目が一番きついスケジュールとはなってるんですけど、全力で頑張ります。友達作れるように頑張ります。声ガラガラなのやめて。それ本気で楽しみながら頑張っていきたいと思います。頑張ります。ということで、みんなも応援してください。せーの、頑張るように頑張るように。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。ここで言うの。